本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまよりボートレース下関プレゼンツ海上ドリームファンタジア2018ウォータードラマティックイリュージョン第3回公演を開演いたします。
ウォーターブラマティックイリュージョン、すべてのプログラムを終演させていただきます。ボートレース下関より4月からのイベントのお知らせです。4月1日日曜日、元 AKB48 ジャンケン女王田辺美紀さんのトークステージとジャンケン大会を開催。4月14日土曜日、ダブルエンジンお笑いライブ。翌日15日日曜日、我が家お笑いライブ。また西スタンドファンタジックホールにおきまして、ボートシューマシングの上演をいたします。4月18日水曜日、19日木曜日の2日間、中央スタンド水源側フードコートに、全国各地のカップ麺、ヌードルがボートレース下関に登場。ぜひ食べ比べてください。4月28日土曜日、海峡ドリームナイター1周年記念といたしまして、ルキザオリラストアショングコンサートを下関市民会館にて開催いたします。会場は下関市民会館となっておりますので、お間違いないようお願いいたします。イベントの詳しい内容はボートレース下関のチラシホームページでご確認ください。皆様、今後のボートレース下関にどうぞご期待ください。本日はたくさんのお客様にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。皆様、どうぞお気をつけてお帰りください。